どうも、大之助です。今回は僕の好きな季節についてお話ししたいなっていうふうに思います。皆さんは四季の中であのどの季節が一番好きですか大之助は秋が一番好きなんですよねで。秋、春、冬、夏の順番で好きなんですよ。まあ、皆さんもやっぱり穏やかな、過ごしやすい秋と春の気候が好きなんじゃないのかなっていうふうに思うんですけど、勝手に想像してるんですけど、 ただ、あの、春はね、ちょっと花粉症、僕、大之助、20歳ぐらいになってから花粉症になっちゃって、なんか花粉症って生まれつきっていうか、あの、幼児期に花粉症にな,なるかならないかでも、別に年取ったら花粉症にはならないんじゃないのかなっていうふうに思ってたんですけど、というかそういう希望的観測を持ってたんですけど、妙になんかもう20歳過ぎたあたりから、あの、春の時期とか3月ぐらいになったら、すごい目が痒いし、鼻水めっちゃ出てくるし、あの、<laughs> なんだろう、日中慢性的な眠気を感じるし、あ、これ多分、僕、あの、花粉症やなっていうふうに思うんですよね。 まあ少なくともあの3月と4月とも月月かはそういうい症状に見舞われるんですよっていうのがあってせっかく過ごしやすい気候なんですけど春はまあ一番好きな季節とは言い難いかなっていうのがあってであのまあ秋が僕一番好きなんですよねまあ読書の秋とかスポーツの秋とかいろんな行動しやすくなるんですけど散歩がめっちゃ好きなんですよねだからまあ毎日あの朝とか夜とかえと大抵それぞれ1時間弱ぐらい散歩したいとか何なら散歩して近くの公園で瞑想したいとか筋トレしたいとかあのバレーの練習したいとか。 をまあ毎日やったりとかしてるんですよねっていうのもあってだからそのあのまあ夏はちょっと論外なんですよねめちゃくちゃ暑いし大之助めちゃくちゃ日焼けしやすいからそのまあ秋頃の時に学生時代の話なんですけどその私と一緒にあのクラスマッチで1日中サッカーしてたんですよね11月ぐらいの頃で2人ともまあ同じ試合に出ててずっと同じ時間コートでプレーしてたんですけど2人とも帰ってきたら俺だけ真っ黒になってたってことがあって大之助すごい日焼けしやすいんですよ日焼け止めごときで僕の日焼けを止められた試しがないんですよね っていうのもあって、まあ、やってやぱ紫外線量の多い夏っていうのは僕嫌だなっていうのと、まあ、だからこそ紫外線量がどんどん少なくなってくるなおかつ過ごしやすい秋っていうのが僕の中では一番好きな時期ですね。まあ、花粉症の心配も結構少ないし そして何より、あの、冬に近づいていく、年のせいに近づいていくっていう感覚がね、僕好きなんですよ。あの、冬、冬が好きな季節で言うたら、3位と言っておきながら、僕、冬結構好きなんですよね。というのも、そもそも大之助の好物のみかんの旬の時期っていうのがあって、まあ、大之助地元帰った時とか、あの地元の高知だと、みかんがめちゃくちゃ大量にあの売られてる、もちろん、あの、みかんイコール、媛って林県の愛媛のイメージもあるんですけど、あの、高知も、あの、柚子だったりとか、柑橘類が結構、まあ、あの、8割以上が確か7割ぐらいかな、もう、あの山間地域だから、すごい、柑橘類が 釣類があの取れやすいんですよね。で両親 i で100円でなんか20個ぐらいとか売られたりとかしてるんですよ。だからあ何だろうもうあの年末年始の間にダイノスケの体積以上のミカンを送ってあの送ったりすることとかザラにあるんですよねっていうぐらい大好きなみかんをあの至れり尽くれりであの食べまくれるっていうのも理由の一つなんですけど冬が好きな理由の一つなんですけどえっ、ー、とそしてまあダイノスケの誕生日もあの12月の上旬にあってその後 まあクリスマスだったりとか年末年始の,そのなんかゆったりできる時間だったりとかっていうのなんかお楽しみイベントがたくさんあるからっていうのもあってあ,のまあ,あとはまあ学生時代の頃とかはそのまああまあ冬は関係ねえかその秋の頃とか文化祭とかあってそのなんかワイワイ友達と仲良くできるあのまあイベントとかがたくさんあるからその秋,秋から冬にかけての時期で俺めっちゃ好きなんですよね。 もちろん寒いっていうのがねちょ、めちゃくちゃ中身の薄いというか当たり前のこと言ってるんですけど冬、冬は寒いっていうのがね、ちょっと残念なんですよね。まあそれこそここ数年ピアノ始めたんですけど、あの、指がかじかんで、僕末端冷え性なんですけど、もう全然言うこと聞かなくて、冬ね、ピアノの練習全然できないんですよね。っていうのがね、ちょっと冬があの3位にランクインした理由かなって感じですね。 まあ冬は寒いから外で歩くのが億劫になるんですけどその一方でなんか日中の何て言ったらいいのかなあの紫外線量とかも、まあ、あの四季の中で一番少ない時期だからだからこそその大之助の大好きな散歩を一番しまくれるのが冬の時期なんですよね日中の時期とかね日中の日が照ってる時間とかそのもう僕の地元はちょうど田舎なんで自然しかないんでその辺をあの,のんびり歩くっていうのがねめちゃくちゃ堪能できるっていうのがまあ冬のいいとこだなっていうふうに思いますね。 だからねまあ秋も好きだけど冬も好きなんですよね。 夏ももちろん夏になったら、まあ、マリンスポーツだったりとかいろいろ楽しめるのはあるんですけど何より一か月もう暑すぎるんですよねそれに年々その、まあ、二酸化炭素だったりとかその地球温暖化の問題とかでもう毎年年々暑くなってきますよねなんか歴史を塗り替える暑さってあの去年より暑いみたいなあのボジョレ・ヌーボンもなんか去年より歴がいいとか10年に一度の逸材みたいなふうになんかあの嘘ついたりとかしてるじゃないですかあのこうかあの毎年なんかいい記録を更新してるじゃないかみたいな感じで。 夏の暑さも毎年更新しまくってるじゃないですか。なんか僕が子供のなんか小学校低学年ぐらいの頃とかって三十度超えてたらなんかワケは言ってた記憶があるんですけど、三十まあ三十五度とか超えてたらワケは言ってた記憶があるんですけど、今だともう真夏のピークの時期だとどこも四十度近くとか四十度超えてたりとかしますよね。日本のあの国内だったらまあ北海道とか東北はまだあのまあ気温は抑え気味かもしれないですけど。 で大野スケねめちゃくちゃ汗かきなんですよね。もうどれくらい汗かきかって言うとあのまあ皆さんのあのあの学校の中でクラスの中で一番汗かきだったやつよりも汗かきな自信があるんですよね。その 真冬のの体育の授業であの野球とか、まあ、授業であったんですよ、まあ、野球ってせいぜい守備位置につくだけどそんな汗かかないんですよねサッカーとかバスケとかなら走り回るから汗かく人がいるっていうのはわかるかもしれないですけど大之助は真冬に半袖短パンで野球して汗びっちゃいになるぐらいあの汗かきなんですよねあの真夏だったらそのヘンデルとグレーテルみたいにその自分がどこ移動したのかっていうのがあのその汗の後でなんかわかるんですよね <laughs> あっ大之助こっちに移動したなみたいなのが <laughs> っていうぐらいもうなんかその、まあ、バレーしたりとか あのバレエをしようものならそのボールに汗がめちゃくちゃ付着してなんかもうみんな「うわなんか誰かの汗めっちゃびちゃチち,ちゃやん」っていうふうになったりするしまああのバスケとかサッカーとか接触スポーツをしようものなら他の人たちの,あのなんだろうあの服,服に湿気をたくさんあの送り込むことが送り込んでしまうんですよねあの着せずして。 それに、まあ、着替えだったりとか、その替えの水筒だったりとかもめちゃくちゃ用意しなきゃいけないから、その荷物がパンパンなんですよ。な、あの、友達とスポーツしようものならね。夏に、その、ただいさ涼しい格好とか軽い荷物で、あの、にしたいのに、ダイナスケはその水分を用意するだったりとかで、めちゃくちゃさらに汗をかかなきゃいけないから、汗をかくような羽目になっちゃうから、だからね、夏、夏一番嫌いっすね <laughs>。 だからまあ大の助は経済的自由になったらフィンランドに夏の時期は避暑地として行きたいなっていうふうに思うんですよね。フィンランラドそのまあ 湖と森が豊かな土地であのヨーロッパの北の方にあるんですけど、まあ、学力も世界トップクラスであの読書がすごい好きな国民性っていうのもあって治安もいいしあの、まあ、あの物価は日本より全然高いらしいんですけど1.5倍とか2倍とかするんだったかなだと思うんですけど、まあ、サウナ発祥の地っていうのもあって人口500万人ぐらいしかいないんですけどあのサウナが300万室ぐらい、まあ、だから2人に1人以上はあの <laughs> 自,自分のサウナを持ってるという単純経済になりますよねっていうぐらいなんかサウナの発祥の地でサウナがいっぱいあるような場所なんだからその自然体制 大之助としてはそういうなんか夏の時期は涼しい場所に行きたいなっていうような気持ちがありますね、まあ、だったらあの南半球のオーストラリアとか行けばっていうような意見もあるんですけど、まあ、その辺は、まあ、お金に余裕ができた大余裕考えるとしてだから夏の時期はねちょっと避暑地を探してますねそして避暑地に避難できるだけの資金を蓄えようというふうに思う今日この頃ですね、まあ、人それぞれああまあとはいえ夏だからこそうまい食い物とかもたくさんあるだろうし、まあ、かき氷とかアイスとかね もちろん大之助も夏の好きな部分は全部ありますただトータルで <laughs> 独断と偏見でランキング付けをするなら秋が一番でその次に春冬夏って感じかなーっていうふうに思いますねなんで皆さんもあのいや自分は大之助と違ってこの時期が一番好きなんだよその理由は高校高んだよ大之助は何だろうその四国というか関西とかまああの 西側の方に住んでるかもしれないですけど、あの、自分は東北の方とか、あの、北側の方に住んでるから、あの、この時期は、あの冬の時期はね、一番癒すわ、あの雪がめっちゃ積もるんですわ、みたいなのとか、ぜひ皆さんの好きな、あの、春夏秋冬のランキングを、その理由とともにコメント欄に教えてもらえればな、っていうふうに思います。ということで、今回は以上。